リーガルジェネラルはイギリスロンドンに本社を置き、生命保険を中心に資産運用や年金、貯蓄、再保険などを扱う金融サービス企業。世界15カ国以上で事業を展開し、日本では資産運用部門のリーガルジェネラルインベストメントマネジメント、ジャパン株式会社が事業を行っている。持ち株会社リーガルジェネラルグループとして、 ロンドン証券取引所に上場している。L&G は1836年6月、サージェント・ジョン・アダムズと5人の弁護士が、シティ・オブ・ロンドンのチャンスリーレーンのコーヒーショップで始めた、ニューロー・ライフ・アシャーレンス・ソサイティに由来する。リーガルゼネラル・ライフ・アシャーレンス・ソサイティと名称を変更するが、長く、シティ・オブ・ロンドンに集う、放送関係者に対象を限定して、 サービスを行っていた。1889年に初の支店をマンチェスターに開設、1920年代にイギリスで自動車と航空機の利用が始まったのに対応した保険商品を発売し、1930年代にアメリカのメットライフから年金運用部門を買収した。1940年代に第二次世界大戦の被害を避ける目的で、 本部機能を一時ロンドン南港のキングスウッドに移転していた。1970年に資産運用部門がスタート1979年にロンドン証券取引所に上場した。1980年代にアメリカの外国の子会社であるガバメント・インペロイス・ライフ・インシュアランス・カンパニーとウィリアム・ペン・ライフ・インシュアランス・カンパニーの2つの保険会社を相次いで買収し、 アメリカ事業を強化した。ロゴはシティオブロンドンの門であったテンプルバーを長らく使用していたが、1984年に現在の傘のロゴに変更されている。2009年にインドのインディーファーストライフインシュアランスカンパニーとのジョイント事業を開始している。2015年9月、資産運用を扱うルジョムは明治安田生命との業務提携を発表した。 2017年、ルジョムの日本法人、リーガルジェネラルインベストメントマネジメント、ジャパン株式会社が東京に設立された。ありがとうございます。